日でございます。ルンルンお願いします。ルンルンお願いします。本日もご視聴ありがとうございます。ありがとうございます。今日はですね、はい、ご覧ください。鉄を全部売りに行きます第2弾、イエー。2回目ですね。はい、もう前回のことをすっかり忘れてんですけど、まあでもいろいろね売れたね。高く売れるよね。そうなんだよ、うん、意外と鉄ってめっちゃ高く売れて、うん、鉄だけじゃないんだよね。その時期によるらしいんだけど、銅線が高く売れたりとか、なんかいろいろ高値がつくものがあったりするので、でなんか項目に分けて教えてくれるらしいんで、うんうん、とりあえず売りに行きます、はい、でどんなものがあるか見たら、我が家に引っ越してきて、うん、約1年片付けを続けて集めに集めた鉄たちです、うん、はい、すっごい量ある。こっちが第2弾で運ぼうと思ってたものなんですけど、なんかさ、現代の家具家電雑貨食器とかはあんまり鉄多くないけど、うん、昔はすごい多かったっぽいですよね、うん、こう見ると昭和の遺物がすごいんですけど、はいはい、なかなか重量があるんで運び込むのも大変、うん、これちょっと古い家を残置物付きで買う時のデメリットなのか、うん、はたまたお金になればメリットなんじゃねえかという、まあ、安く買えて鉄も売れると、まあ、その分処分するものもあるけどね。そう、うん、他はだから、 あとこういう鍋が多いんですよ。鍋なんか売れんのかなって感じだけど、うちら2回目とはいえ何が売れるかちゃんと分かってない、うんうん、サッシとかが高かったよね。サッシはアルミやからかな。サッシはかなり値がついたような記憶があるんですが、今どうなってるのか分かりません、うん、なんで売れるものか売れないものかよく分かんないままとにかく積んでる。で多分分別してくれるんだよ向こうで、ある程度選んで持って行ってたら、うんうん、と思うんで、いくらになるのか皆さん予想してください。第1弾がこれで、第2弾がさっきの塊です。じゃあ行きましょう。はい、向かっています。うちらもコロナ前に東京でマンション暮らししてる時とかはもうそういう発想は全然なかったんだけど、結構郊外に鉄くず屋さんがいっぱいあるんだよね、うん、Google マップで鉄売るとか調べたらブワーって出てきて、一応口コミが良さそうなところに行こうと思います。でなんか業者しか対応してないところもあるんだけど、一般の人も行けるところもたまにあったりする。なんかね、私は家を片付けるときにニッパーとプラスドライバーを必ずポッケに入れて家中持ち歩いてて、でなんかこういらなそうな家電があったら電線を切るとか、あの分解して鉄の部分だけ剥がすみたいなのをめちゃくちゃやったんで、だからこれだけ集まったって感じです。さあいくらになるのでしょうか。運転頑張れ。買ったやんなこれな、バートルな、買ったな。着きました。行きました。はい、1回目終わりました。空っぽになりました。どう思ったよりいった。いやなんかまあ仕分けが雑やったかなと。ああーそういうところもあるんだね、まあ、なるほど。内訳を見てみるとさ、うん、もうめっちゃ満を持して持っていったアルミサッシが、サッシとかが高かったよね。サッシはアルミやからかな。サッシはかなり値がついたような記憶があるんですが、アルミサッシが、うん、一つもカウントされてなくてあ、基礎情報としてアルミの方が単価が高いんですよ。鉄よりね。鉄よりね。鉄が45円ぐらいで、アルミが120円とかあったんだけど、アルミとしてカウントされず、しかもさっき説明されたんだけど、なんかアルミ缶とスチール缶を混ぜこぜでいってしまったから、私たちのゴミじゃないんだけど、前の住人のゴミだったから混ぜこぜになってた状態だったんだけど、その結果向こうの会社のルールで安い方のスチールの方の金額しかつかないと、アルミとしてはカウントされないですっていうルールがあるらしくて、それもちょっと損をしました。あちゃちゃ、なんか銅線も言わな、測ってくれへんかったやつ、危なかった。これ銅線銅線って言ってね、うん、銅線がやっぱり結構金額するので、銅線は単価400円もするから、もうなんか第2弾怖いんだけど、もうほぼ銅線ないし、うん、鉄ばっかりな気がする。どうなるんだ。近くにもう1個ぐらいあるから違うとこ行ってみる。第2弾はそうね、うん、はい、第2弾積みました。こんな感じ。やばいね、やばいやばい。チャリとかある。ほんでこっちめっちゃ片付きました。最高じゃん。あんなにあったのに。夢の車庫生活まであと何日。でもさ、さっきと比べてアルミが少ないのと銅線が少ないので、ちょっとこう単価があんまり良くないですよね、うん、鉄の重さは半端ないと思うんだけど、今度は量で勝負でございます。さあいくらになるのか。おっとおっとおっと、でかいでかい。下までした。
おーい。旅バナナ2軒目鉄くず売り終わりました。結果発表です。はい、あれだね、うん、1軒目と2軒目かなり状況が違くて、1軒目は外国人の方たちが集団でおしゃーって下ろしてくれた感じで、受付の人も女の人でちょっと片言の感じだったんだけど、うん、まあ、だからコミュニケーションは取りづらかったけど、うん、早いみたいな、うん、スピード感やばいみたいな感じだったんだけど、うん、2軒目は完全なる日本人の人が同世代ぐらいの人が1人でやってて、すごいちょっと待ち時間があったりとかして、うん、大変そうだったね。わかるのも、お支払いするのも、おろすのも一人やった。そう、打ち込みも一人でやってくれてて、うん、まあスーパーお兄さんだと思うんですけど、大変そうでした。うん、で、なんかさ、今までさ、うん、いろんなところでこう鉄くずをちょっと売らせてもらったりしたけど、うん、なんか飲み物とおしぼり出てくるとことかあるじゃん。あったな。なんかもうお客様としてさ、うん、すごく丁寧に扱われるようなところもあったりとか、ちゃんとマグネットでさ、うん、ちゃんと仕分けしてくれるとことかもあったりして、あー鉄をねウィーンってね、でかい重機で鉄なんかなんだかとか、いろいろ、はいはい、だけどまあこう雑にやるところがあったり、うん、でもさ雑な方がさ、もしかしたらさ、うん、ちょっとこれいらないんだけど回ってくんないかなみたいなのもさ持っててくれたりするパターンもあるかもしれないから、うん、お金になったりするパターンもあるかもしれないから、何がいいかどうかわかんないんですけど、いろんなパターンの鉄くず屋さんがあるっていうのが知れて、うん、むっちゃ楽しいです、はい、で、結果です、はい、1杯目の運んだやつが、うん、鉄とアルミ缶と雑線、銅線ね、うん、があったんだよね、うん、で、合計金額、はい、1回目だけで 12,535円でした。いいね、なかなかいいよね、うん、で、まあこれの反省点は2個ありましたよね、うん、アルミサッシをアルミとして認識してもらわなかった、うん、主張すればよかったのかもしれないけど、うん、それができなかったっていうのと、うん、アルミ缶は結構高いわけなんだけど、うん、鉄の缶、スチール缶と混ざった状態でお願いすると、うん、鉄の安い方の金額になってしまいますよっていうことだったんで、それをちょっとミスりました、うんうん、悔しい、ちょっと悔しそう。ちゃんと仕分けとけばね、私たちのゴミじゃないんで、まあしょうがないっちゃしょうがないんだけど、うん、ですね、はい、で結果的にこういう金額になったということです。だから鉄だけで6815円、何キロで146キロかな、ああ、まあ、それが一番高いやつで、で銅線は、まあ、量は少ないわけだけど単価がいいので5600円、はいはい、いってます。で2発目なんですけど、2発目は銅線が全くなかったんだよね、うん、でアルミサッシとかもなかったからちょっと単価が弱くて、いけるみたいな、これもうほんとほんのちょっとなんじゃない、スズメの涙なんじゃねえのと思ってたんですけども、うん、2回目今行ってきました金額、うん、なんと1580円です。お、思ったより行ってる、そうだね、稼げたよね。でこれは、全部ギロー剤っていう、うん、これギロー剤ってよく見るよね、あの売る時にね、なんかもうなんかだ、ま、なんでもみたいな感じだと思うんだけど、ギロー剤っていうくくりで、多分鉄を塊として買い取ってくれて、なんかね、あの鎌とかさ、木の絵がついてるのはちょっとこれ買い取れないんですって言われちゃったんだよね、2個目は、はいはいはい、でも1軒目はそういうのもガンガン下ろしてくれたから、だからまあメリットデメリットいろいろあると思うんですけども、はい、場所によるってことですね。でも2軒目はそのギロ材が、トータルで1580円ということで、合計金額こちらです。今回の合計金額23,115円でフィニッシュでございます。金額やな、いいよね、最高ですね、気持ちいいです。まあまあでもこれね、片付ける時間がかかるわけですよ。だからそれ考えたら、こんな2万いくらのためにさ、私はちま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 毎日銅線を切っていたからさ、ね、集めていたからさ、そんなことしなくていいんじゃないのって思うかもしれないですけども、ね、もしあのこれをまとめて捨てるってなったら、ちょっとした金額ですけど2万円ぐらいにはなるということなんで、でしかもさ、引っ越したらさ、なんかさ何件かさ、うん、トラックのおっちゃん来てさ、うん、なんかいらないもんちょうだいよみたいな人来たじゃんか。いやこれは来るよ、そりゃ。そう、その人たちは多分こういう商売だと思うんだよね、うん、このちょっとこうビビたるお金なんだけど、いらないものを回収してペッて売りに行って飯代にするみたいな、うん、商売だと思うんで、人に取られるぐらいならさ、俺たちが欲しいじゃないの。
っていうことで、うん、本日の売り上げをもって焼肉屋に到着しました。今日の売り上げ稼ぎ2万3000円は私たちの胃袋の中へと入っていくわけでございます。働いた分食べます。はい、でもそれが一番大事なことですから、明日への活力、うん、ということで、はい、焼肉食べに行きたいと思います。この金額でした。参考になった方いるといいなということでですね、このチャンネルがちょっとでもいいな、面白いなと思ってくださった方がいたら、ぜひいいね、チャンネル登録、そしてスーパーサンクスというものを大募集しておりますんで、ぜひぜひよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。けんちゃん運転お疲れ、マジで、